それは聞きましたけど。ということですか？そこまではちょっとしなかったかもしれないですね。ちょっと珍しいような気がするけどね、エマが抜き出すなんて。そんなことないよ。そうかな。昔のエマちゃんは今とは違ってたもん。あ、そうか。ともくんはともくんでお姉さんのことをたまに話してたけどね。ちょっと恥ずかしいような気がしますね、そう考えると。ちかこちゃんのことを話題にするときは優しさがにじんでいる感じだったかな、ともくん。仲のいい兄弟っていうのは本当にいいね。ですね。京介、記憶力でも鍛えるつもりなの？でも記憶力がいい人っていろいろと便利そうだよね。私より一個上なだけなのに。だって2年生の次は3年生だから。昔は一つ二つの違いなんてあってもなくても全然感じなかったのにね。あ、言えてるかなそれ。何が変わったとしてもいつまでも友達でいられたらいいね。恥ずかしくないよ。うん、冬に外で食べるのもきついものがあるね。校庭を見下ろせるのは結構いい眺めだけど、眺めっていうと森園町って結構洒落た街並みしてるよね。だからかな、最近サンデーが脱走するんだよ。ダメでしょ。にゃにゃ。続くようだとね。そんなことしないよ。きっと街並みに見とれてるんじゃないかな。
知恵袋的に言って首輪に名札でもつけといたら。サンデーは賢いし、そういう心配はしてないんだよね。まあ、帰巣本能はあるかもな。何にしろ、こんな子猫が一匹で街中歩くのは危ないだろうけど。キツネ。さてと、今日も楽しい楽しい図書委員の時間がやってまいりました。え、マジで？私は楽しいけどな。私のこと好きじゃない？それかちかこちゃんか。あ、なるほど。焦ったぜ。青春は青い。おお、説得力は理屈じゃなくて勢いなんだよね。人がいない方がいいかなと思って。お前の方はどうだった？うん、そうか。そうそううまくいかないのかもしれないぜ、マジって。どうもそんな気がしてきた。昔が出てきただろ。やっぱな、どう考えてもただの薬じゃないとは思うんだけどな。注意？あ、いや知らないけど。ただ金払って物を受け取っただけだけど。へえ、マジかよ。けどよく知ってるな。それ守らなかったらどうなるの？じゃあ死にはしないってことか。あ、お疲れ。あれ、どうかした？大丈夫？保健室で薬もらってきたら？
それじゃあ1階まで一緒に行こう。じゃあバイバイ、頑張ってね。するものなんですか？はあ、疲れてもいないのにお疲れという日本人的曖昧さがナイスだよね。そういえば英語にはお疲れ様にあたる単語はないらしいですね。ほらやっぱりペダントリーひけらかすなと京介くんが申し上げております。え、私の方だったんですか？あんた以外に誰がいるってのさ。ほら、あ、えっと、やめてくださいよ。国見くん、通りさんのお母さんから何か連絡ありました？お墓参り？すぐには解決しないですかね。なるべく急いでもらいたいですよね。他にも目撃者が出てもっと大騒ぎになってくれるといいんですけど。動物図鑑です。猛獣ですよ。天性のハンターです。危険すぎますよ。お願いします。国見くん、もしかして智久のお墓参りに毎年来てくれていますか？やっぱり必ずお花が備えられてあって誰だろうなって思ってたんです。それはもちろんです。ちょっと本を選んできますね。お仕事中はまずいんじゃないでしょうか？犯人の家の前で張り込んでいるところだったりしてね。そこかみたいな感じ。
感じで携帯鳴った時に撃たれちゃったり。やらないってことはないと思うけど。うわー、おばさんに言いつけるよ。あー、京介くんか。総理かな、出かけてるみたいだけど。まだ仕事から戻ってきていないけど、僕の母さんに何の用なのかな、僕の母さんに何の用なのかな。それじゃ。いなかったんですか？どうかした？歯磨きしてたらそのまま水飲み込んじゃったみたいな顔してる。よくそっちの番号まで知ってるね。ナール、張り込みの最中じゃないことを祈ります。はい、もしもし。警察ってやっぱりお役所的なところがあるから。うん、連絡するから。まだですか。そうですね、警察は信じるしかないですもんね。探偵を雇ってみるとか。え？名探偵がお金を請求してるところなんて見たことないよ。